どうも皆様こんばんは、首都高の混沌を生き抜く社名丸です。前回はファントム9の C1 エリア、黒崎三兄弟を無事討伐いたしました。今夜より新環状に進出、闇天狗、砂人の帝王、クレイジーモンキーがターゲットですね。前もって今宣言しておきましょう。この3人にはこの仕様のまま挑みます。現状600馬力に 1.3 トンちょっと、最後にアップデートを加えたのはコンペキのスナイパー戦前まで遡りますから、ウィンドウズ7に一番乗りで更新したはいいもののそのまま今に至るみたいな。ちょっとわかりづらい例えでしたね。とにかくかなり前に組んだ仕様のまま挑むってことです。少しは接戦を演出しようかなと。さて、該当のチームまで少し時間がありますね。というわけで新企画、あなたの車、紹介させてくださいのコーナーです。先日このような形で募集させていただきました。予定では3台ほど来ればいいかなという感じだったのですが、なんと予定の3倍以上の応募がありました。とにかく感謝感謝です。というわけで本日はまず3台、早速1台目から行ってみましょう。最初はこちら、砲台物 R の人さんが愛用する R3 に、制作したタイトルはドリフトスピリッツ。あの12ゾディアックの1台を模したとのことで、シリーズを知る方なら一目でわかりますね。お次はクトリ943よりシルビア、アピールポイントは公式の課金車両と見間違えるデカール。というかこれ個人制作なんだ。どう見てもターンフォーティン、ディストリビューションの実在車にしか思えないです。すごい。最後はエンジニアさん、ニードフォースピード2015よりシルビアで参戦です。シンプルな競技車両とのことで、私の痛々しいシルビアとは大違いの迫力ですね。と、本日は以上3名のご紹介です。残りの方は次回以降の公開とさせていただきますね。本日最初はアナザースター、新環状右折りのインプワンメイクチーム。対抗馬として同じ時間帯にランエゴワンメイクのトップレベル、C1 に介護官のプレアデスが存在します。昔はステージアで挑んで大苦戦しましたっけ。あの頃からメンバーが随分と減ったようで、人数が減ってもその影響力は絶大、リーダーのブルースピードという象徴があるからというのもありそうです。これにフリーウェイが登場すれば文字通り戦国時代となりそうです。この時代ではまだ見かけませんけど、やっぱり子さんチームの推移を見守るのは楽しいですね。新規チームより全然話が広げやすいですよ。はい、リーダー戦行ってみますよ。ではリーダーのブルースピード戦。あ、早い、これやばいかも。ワンダンの始まりはやばいかなとは思いましたが、ロスを吹いて限界です。それでもう追いつかない。これですよ、これぞ首都高の勝負。そういえば首都高全最速の車って何ですかという質問が来ていたと思うんですけど、インプですね。間違いなく初動で前を取れないのは大概インプレッサ、コンペキのスナイパー光ですね。しかし最高速域のスピードは同じくらいか、 SP の消費は抑えられています。あ、香川線に入るのにあのラウンドには、まあそうなるな。ブルースピードといえば圧巻を狙ったドリフトが有名なエピソード。圧巻は狙えても分離帯はわからないとはいかがなものなのか。今の追突で一気に差が開きました。残りは全力で逃げます。もちろん対となるチームも始末しなきゃね。というわけで芝浦パーキングエリア、次の対戦相手は、はい、インプランエゴ戦争の最終章、トップレベルを討伐していきますよ。
本日2チーム目はトップレベル、アナザースターと新環境の覇権を争うランネゴワンメイクチーム。トライエッジの時にも言ったと思いますが、ランネゴは9しか登場しないため同社のワンメイクチームと化しています。自分で乗るだけならないんだけでも問題ありませんけどね。歴代レンズコンプしたいとかも思いませんし、加えて向こうもそうでしたが、なぜか純正バンパーのまま乗ってる敵が多い。エアロニーで結構個性つけられると思うんだけどなぁ。なんででしょう。なんかいつも車少ないって言ってる気がします。ライバルリストを見てると気になって仕方ないんですよ。はい、リーダー戦行きますよ。ロスは温存、ランネゴより怖いのはインプレッサ。ブルースピードと違ってこっちはロスを使えば頭を耐えられそうですし、そう言ってるうちに浜崎橋ジャンクション、案の定落ちてくるのでアウト側からパス。並走していると、あ、やばい、前に攻撃艦だ。幸い前に出たので間一発でパス。その勢いでフィードネイスギへ突撃。当然ブレーキはノーマルです。見えていますか、映っていますか、この頑張る姿が。私の方から確認が取れないんですけれど、しかり強ければ強いほどに屋根は大きく荒れるもの。平等なのか、よくわからないですけれど、よく狙っているけど実は何も見えちゃいないんです。だけど今日も強く行っていきましょう。はい、トップレベルも討伐完了です。皆さんもぜひブラインドに聞いてみてくださいね。はい、本日はナイトの新環状を終わらせることができました。次回はミッドナイト。またよろしくお願いしますね。お疲れ様でした。